はい、今回ですね、こちら、イワシの骨をね、こちらのレコルテに、注入してですね、料理作っていこうかなと思います。で、余熱が OK なんで、早速、入れていきます。こちらにですね、僕は今までのレコルテでは、ポテトチップスをよく作ってましたね。ポテチのかけらが残ってる。で、これをこうやって入れていくわけですよ。で、最終的にパリパリになるかどうかというのを今回は検証していきたいなと思います。よくイワシの骨せんべいというのがね、あると思うんですけど、僕あれが結構好きなんで、ちゃんとイワシもね、骨までしっかりと食べていきたいなと思います。それがイワシさんに対する、恩返しというかね、だと思うんで。はい。じゃあ、入れました。こんな感じですね。では、ぶち込んでいきます。OK。セット完了です。じゃあ、これは、200度ぐらいでいくかな。ポテチと一緒ぐらいですね。で、10分ぐらいでちょっと様子見ながら。では、出来上がりを楽しみにしておいてください。できました。じゃあ、いきますよ。到着。おー、結構いい感じに上がってますね。ちょっと強かったかな、火が。200g だったんで。でも結構ね、せんべいっぽいですよね。はい。あとはね、もう塩を振って、このキパワーソルトですね。ちなみに、他の動画でも紹介しています。キパワーソルト、これめちゃくちゃいいです。おすすめですね。普通の塩と全然違う、ね。ちなみにこれで1000円ぐらいしますからね。早速試食していきたいなと思います。うまいっすね。聞こえますか、このサクサク音。ASMR ですね、これ。上出来。ということで、僕のバリエーションがまた増えました。これね、今までは油でやっぱ揚げてたんですよね。そうなると、どうしても脂っこくなるし、せんべいっぽくならないですよ。なので、せんべい作りたい。このイワシの骨せんべいとかも最適だと思うんですけど、作りたいときはもうめっちゃおすすめですね。はい。ということで、今回はイワシ骨せんべいの動画になりました。僕はですね、美容健康だとか、そういった情報を主に、ライフハックとか、ネットのね、いろいろ、テクニカルなことをね、いろいろ動画で配信してますんで、よかったら他の動画も見てください。チャンネル登録もお願いします。3000人突破しましたんで、次は5000人目指します。じゃあ、ありがとうございます。失礼します。明日への